はい、皆さん、こんにちは、ゾンビ先生です。いろいろなゾンビゲームをやっていこう実況。今回は The House of the Dead 2をやっていきたいと思います。今ね、画面に出てるのは The House of the Dead 2 and 3 Return という、Wii のねソフトなんですけど、そのうちの The House of the Dead 2をやっていきましょう。これセガさんのねゲームになるんですけども、もともとはゲームセンターに置いてあった筐体型ゲームですね。で、銃型のコントローラーで、こう射撃していくっていうタイプのゲームです。これはね The House of the Dead 3のキャラクターたちですね。で、多分ねこれはあの Wii 版のこのソフトオリジナルのコンテンツだと思います。House of the Dead 2に行くまでにですね、ちょっとねボーナスステージみたいのがあって、 この結果によってなんかアイテムがもらえたりするみたいなやつですね。お、グッドだ。よしよし、原始肉を手に入れたらしいです。はい、エクセレント、エクセレント。やっぱヘッドショットがエクセレントなのかな。ノーグッド。あ、ちょっと下がったんじゃない町人の着ぐるみなんだろうな。あ、グッドだ、グッドだ、オッケーオッケー。原始肉。原始肉いいアイテムなのかなはい、ここからね、The House of the Dead になります。で、2ね、The House of the Dead 2ね。時間がない、急ぐぞ、ゲリー。わかりました。はい、The House of the Dead 2は、中って言ってたね。The House of the Dead 2は、1998年に、発売されたソフトですね。で、さっきも言ったように、ゲームセンターの筐体、ゲームになります。めっちゃやったよこれ懐かしいな。アーケードモードいきましょう。はい、懐かしいな。多分やったよっていう人もいると思いますね。で、これあの The House of the Dead はシリーズで、今もね動いてる筐体あると思いますよ。 The House of the Dead スカーレットドーンっていうやつはまだ動いてると思うな。 G との待ち合わせ場所はあそこだ。何来た。 G の始末はすでに終えた。これはまだほんの序曲だ。何語だ次はお前だ。行け、しもべたちよ。ということで、ゾンビ行ってきます。はい、撃ちます、撃ちます。あっちにいるやつ撃て。あっちにいるやつ撃てて。よしよし。無事でいてくれ、G。わあ、やばい。頭吹っ飛んでんのに動いてたな。罪のない人。はい、あっちにもいる。まずいまずい。リロードが、そうそうそう、連射するとリロード忘れちゃうんだよね。あ、G いた。ジェームスか。死角にもやられた。想像以上に敵は巨大だ。ジェームス、これを。わわ、来た来た。ああ、しまった。しまった、しまった。ハリーとエイミーも応援に向かっている。早く行け。よし、サンキュー J 軽い。お、ああ、助けられなかった。 I don't wanna die ってやつね。これね、これなんか笑い事じゃないセリフなんだけど、すごいなんかモノマネモノマネ流行ったな、なんか友達の間で。ああ、助けられなかったな今ね。ね、市民はね助けるとなんかあの道具をくれたりとかね、いろいろするので、できるだけ助けたいところなんですけど。カエルだ、カエルだ。うわうわ、リロード。よし、オッケー。あ、 G の血の音だ。おー、なんかそうそう、このヘビいたな。なんか謎のヘビみたいなやつ。なんかすごいチェーンソーの人ですって。あ、そうだ、あれね、なんかナイフ投げてくるんですよね。あ、危ない危ない、子供を打ちかけた。あれね、人を打っちゃダメなんですよね。わあ、こいつなんか強かった気がするな。そう、なんかね早いんだよね。お、お、あ、助けてあげない。
よしよし、これは助けられたでしょ。大丈夫ね。オッケー、なんかくれる。ああ横からも出てきた。よしよし、どうだい。あ、なんかくれた。ありがとう、ライフアップ。そうそう、こういうのねくれるんでね。来た。俺様の忠告も効き目がなかったようだな。いや、はい、そうですかって帰れねえよ。お前もジーのようにのたうち回るがいい。うわ、でけえ。何これ、本当にでかいのかい。敵は巨大だって言っててさ、なんか、あ、本当にでかいんだね。でね、こいつは撃ってもしょうがないんですよ。あのね、こいつなんだよ。こっちを撃たないといけないですよ。このちっちゃいやつ、このちっちゃい、このちっちゃいやつを撃たないといけないんだけど、なんかね、止まる瞬間、そうそう、ここだね、こう止まる瞬間があるんで、それを狙って撃っていきたい。そうそう、当たることもある。うまく当たることも。よしよし、 OK、 いい感じだ。あー、しまったな。あの瞬間ね、止まるんでね、あの、あそこでは当てたいですよね。よしよし、 OK。お、いや、今の当た、あ、当たんなかったか、今の、惜しかったな。よしよし、当たった。そうそうそう、あの瞬間ね、今度はね、リアル、あいつ自体が攻めてくるんですよ。これ早いんだよね。あー、うまくいかない。よしよし、よし、倒した。ゴールド様。いやー、昔はなんかこんなに手こずんなかった気がしたけどな。しょうがないですね。 なんか何年ぶりだろうってって感じですね。うん、1998年のキュリアンテ事件と非常に酷似している。あの事件と、ジェームスは街の混乱を抑えてくれ。あ、わかった。次はこの先のサンセット橋で頼んだぞ、ジェームス。あ、もう手加減はしない。手加減してたのかい。結構全力だったぞ。はい、人は2人助けられましたね。はい、ちょっとあんまり良くないね。もっと助けないといけないね、本当は。はい、ということで、まあ、打たなかっただけマシかな。たまに打っちゃうからね、間違ってね。はい、AMS の犬目がどうと動き出したか。はい、混濁ということで、次、わわわわわわわ、ひどいことになってる、ひどいことになってる。あれ、助けられるのかな、助けられる。あ、うまくいったかな、うまくいった。あ、うまくいった、うまくいった、助けたね。Thank you for rescuing me. かっこいい。お。さあ、来い来い。あ、死んでる。さあ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 、なんか今ぐちゃっていうすごい液体チックになってます。わあ、こいつもなんかめんどかった気がするな。うわ、なんか投げてきた。うわあ、そう、倒したのに。投げてくるのやだね。うわ、早い早い。よしよし、倒した倒した。うわー、こいつらもか。やめて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 、こいつらもかい。あー、ダメ。あれだな、やっぱリロードを早くするってのが大事だね。フクロウがいましたね。首飛んだぞ今。はい、オッケー。あれ、あの人は助けらんない。なんだあれ、宝石ですか。おーとととと、フクロウがいる、フクロウがいる。うわー、こいつ2体出てくるの、2体出てくるのきつくね。2体ちょっときつくね。よしよしよし、隠れ隠れ。あ、鍵がある、鍵を打つのかな。 OKOK、 鍵を打てば次に行けるんですかね。はい、行きましょう。うわー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 、ちょっと投げて、あー、子供が、子供が、あ、子供撃っちゃってない今の、もしかして大丈夫。あれかな、ゾンビのせい。うわ、すごい、助けてあげなきゃいけない人がいっぱいいるぞね。え、よし、あ、よしよし、今のはうまかったろ。あー、ダメ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 。うわー、一人助けたけどな。あ、お母さん、申し訳ない、申し訳ないな。わわわわ、めっちゃハイズリがいっぱいいるよ。
つこいつら、あそこになんかアイテムあるな。ああ取れなかった、よしよし、取ったけど取ったけどやられた。さあどうだ、あこいつか、こいつこいつやだ、この動きやだ、この動きやだ、すごい近づいてきた。さあ来い、アップダウン、おお上がってる上がってる、エレベーターだね。よしよし、オッケー、いい感じですよ。さあ次のボスまで行けるかな。おお、ヘビ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 、よしよし、オッケー。さあどうだ、どこにいるどこにいる。これね、動きは勝手に動いてます。あの私が動かしてるわけではなくて、あ今ネズミがいた動きはね勝手にこうスクロールで進んでいってる感じですね。うわすごいな、なんかもう今まで出てきたやつどんどん出てくる。よし、さあさあこれ、わわわ急に近くに出てこられるとびっくりするね。さあさあ階段降りるよ。え階段の上からも来たりする、大丈夫、振り返ったり、あそこにエイミー、おエイミー、ハリー、おまだいるじゃん、あ手振ってる手振ってるおーい、ジェームズ探したぞ、どういうことだ、街の混乱は広がるばかりだ、それなんだかゴールドマン、お何何なんだなんだ、おー何何何何何、なんか来た、うわーなんちゃこいつは、うわーなんか出てるよ肺から、あれが弱点だ、あれが弱点っぽいですね、うわーやばいやばいやばい、あれが弱点だ、うわ何何、魚が飛んできてる、魚が飛んできてるのをなんとかしないといけないの、そっか魚飛ばし攻撃ですか、よし、うわ飛んだ、なになに、ああ今一瞬開いたな、あの一瞬開いた時に攻撃か、よしよし、こういうことだね。さあ来い、また開くか、よしよし、もうちょいだ、よしこれで OK じゃない、あもう一発か、開くだろ、あー今当たんなかったかい、よしよし OK、 はーい倒しました、なんとか2面のボスを倒しました、なんとか。いやゲームセンターだと大体2面のボスまでいけないんですよね、初めてやるんで、誰と仕業だろうと好き勝手にはさせんって言ってます。大体ね、大体あのいきなり初見でゲーセンのゲームやると1面はクリアできるんだけど、なんか2面の途中ぐらいでやられて、わー悔しいってなって100円もう一回入れちゃうっていうねパターンかなしばらくぶりだな AMS 諸君、私だよゴールドマンだ、誰だい、あれかな、ワンの時の敵なのかな、先ほどの続きだが1998年のキュリアンテ事件の後、やつの名こそゴールドマン、世界有数の財団トップでありゲノム理論の権威者なんだって、何としてでもやつの目的を阻止せねば、お援護を頼むっていうことで、ボートの後ろからこう撃っていく感じです、おお強烈だな大丈夫じゃない、ああなんとか、全然大丈夫じゃねえ、いたあそこになんかアイテムっぽいのあったんだけど、ああうわよくあの状態で大丈夫だったな君はい、なんかくれる、あ水門開けてくれるんだね、じゃあいいルートに案内してくれるってこと、おーちょっと待ってちょっと待ってよちょっと待って、おい危ない危ない、うわ開けたよし開けてくれるんだね、いいルートを案内してくれる、なんかむっちゃやる気満々なんだけど、この人たち、うわーちょっと待ってめちゃくちゃやる気満々じゃんこの人たち、よしよし、うわー危ない、わめちゃ攻撃されてる、よしよし OK、 なんとかなったはいこちらエイミー、
はい、え、何？どうしたの？伝言があった。何？ゴールドマンから伝言？何？町の北側にあるコロシアムで待っていると。罠じゃない？コロシアムか罠かもしれないが、とにかく進もう。罠だろう、明らかに。違うかな。あれ投げてくるやつだ。降ってくるかな。お魚がそこにいるだろう。よしよし、いい感じです、いい感じですよ。さあジェームス、またジェームス一人にするのかい？なんで一緒に乗ってっちゃダメなの？何かあったら連絡するわ。一緒に乗ってっちゃダメですか？コウモリ。あのな、このでかいのな。あー、撃っちゃったんじゃないの？あ、大丈夫だった。お、よかった。よかった。お、仲間が戻ってこないんだって、中の様子を見て。あれほど行くなと言っておいたのにって言ってる。来た。おお、うわー、なんじゃこいつ。これが何、3面のボスの？どこ撃っちゃいいんだ。あ、周りの4つが弱点か。まずこいつらね、こいつらか。お、何今の。なんか出したよ。あ、口開いてる時なんか。で、なんか赤いのヒューってなったら、あれ攻撃してくるサインなんだな。オッケーオッケー、そういうことだ。あ、そうだね。あれがサインなんだ。よしよし、そういうことだ。で、口が開いたところを打つと。OK。よしよし、いいぞ。いいぞ。ね。お、それ倒したの？ OK、OK。あ、やつだけになった。そういうことか。出てくる？あれ？これはこの。やっぱでもそういうことだよね。口が開いてるやつを撃つと。よしよし、口が開いてるところに弾丸をぶち込むがいいってことですね。あ、食らってんな、こっちが。よしよし、OK。一発当てれば、こちらへの攻撃はキャンセルになるっぽいですね。よしよし、OK。よし。結構余裕あるな。どこ？よし、行きました。いや、意外とあれだな、昔撮った記念塚で言ってるな。ジェームスだ。ジェームス、すぐ来て。大変な状況だ。うわ、後ろからなんか来てたよ。大丈夫？エイミー、どうしたんだ、エイミー。本当だよ、大丈夫かい？はい。2人か。なんか相変わらずレスキューは少ない気がするな。なんかな。はい。どうなっちゃったんだろう。役者と舞台は揃った、あとは機械、絶望と書いてありますね。エミとハリーのみんなが急いで行かなければ。そこまで到着できるかな。やつか。あれなのか、ちょっと威力上がってるのかな。うわ、何あれ、何、ワニみたいな、ワニ男みたいな。あー、危ない。よしよし、打ちかけるよね。やっぱり急に出てくるってさ、いるんだろうな。何、どこ。なんかでかい剣持ってる、そんなのもいるのか。どこは、なんか間にいるよ、間になんかいた。よしよし、あー、落ちてきた。わ、上と下から、上から下から、めんどくさい。わ、ちょっと待って、ややこしいことになって、めっちゃ食らったな。めちゃくちゃ食らった。どこにいる？よし、あ、よしよし。今の結構良かったね。よしよし。なんてことだ。わ、コウモリたちが出てきた。ワニ。さあ、頑張りましょう。何、ここはコロシアムか。
なんかコロシアムだからあれかい、あのなんかでかい剣持ってやつ。あーいかん、今全然当たってなかったびっくりするぐらい当たってませんでしたねはい、お、何何何、お、なんか映ってる、AMS 諸君、私がゴールドマンだ。君らが私の邪魔をするのは構わないが、いずれどちらか正しいのか分かる時が来る。それでは私からの素敵なプレゼントをあげよう。右を見たまえ。わー、なんかすごいの出てきた。エイミー、エイミー、あー、なんか捕まってるじゃん。いずれ会える時を楽しみに。うわ、何、どうなんの？大げさな、大げさな作りだな、おい。ストレングス、タイプ205。なに、これはどこ打っちゃいいんだ？顔か。あの一瞬に顔かな。あれ？あの一瞬に顔じゃないか。そうだよね。そういうことだ。この顔が見えた一瞬に顔だ。了解、了解。上から降ってくるの？わー、ちょっと、それはやめてくれ。よし、なんとかなんとかなんとかしのいで、うわー、危ない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 、くらったくらったけど、くらったけど、こっちも一発、うわわ、投げてくんの、そんなんもあんのかい、いろいろあれだな、多彩な攻撃だな、うわわ、いやー、くらってるね、くらってるけど、なんとかする、そう、あの瞬間なんだよな、きっと、うわわわ、来てきた、よしよし、もうちょいだよ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 、よしよし、倒した危ない、危ない、危なかったら、結構食らったけど、食らいながらも倒しましたね。エイミー、ハリー、大丈夫か、私はどうにか、ただハリーが、なんてことだ、どうした、ジェームス、弱々しい、あんな強そうだったのに。町の広場に車を止めてあるやつはこの先の A0063 地点のビル最上階にいる。そうなんだ、いけジェームス、センキュー、このサンクスハリーっていうのは軽いっすゴールドマン、貴様の野望俺が立つ、頑張ろう。はい、また2人かでもなんか今回はどうだったっけな、割と助けた気がするよ、ちゃんとね、撃たなかったし撃たなかったしってひどい話だけど、はい、我がエンペラーの目覚めは近い、早く来い AMS 諸君ということでございますよ。ドーンでね、ドーンオブザデッドっていうのはね、ゾンビ映画 の非常に有名なゾンビ映画ですけどね。 A0063 ポイントはこの先らしい、やけに静かだ、やけに静かだけど、なんかムキムキのゾンビ来まくってんだけどちょっと待って、うわ、なになになに、うわ、なんか出てきた、あ、ライフいる、よしよし、あ、取れた、こいつ出てくんだよ、なんかね、オッケーオッケー、あ、車だ、この車だな、車にはいないか、大丈夫か、車にはゾンビって相場決まってるからね、大丈夫、こんなオープンカーでさ、先を急がねば、よし頑張って、こんなね、オープンカーで、おお、な、何お前、あれさっき倒したじゃん、貴様はゴールドマン様が再びくれたこのチャンス、この先に行けると思うなよ、行け、食わるよ、もう一回かよ、結構苦戦したんだよな、あ、当たった、こんな当たんなかったな当たってないんだろうな、よしよし、 OK、 いい感じだよ、さっきクリアしたからな、ちゃんと、早い、当たるといいんだよ、当たった、いい感じだ、よしよし、なんかリズムが合ってる、よしよし、お、まだノーダメじゃないですか、そろそろな、よしよし、 OK、 お、やった、あと こいつだよ、よしよし、いい感じだぞ、さあどうだ、あー、やられた、残念、ゲームオーバーでございます。頑張ったね、でもかなり
さあこれでそうか。じゃあマジシャンタイプ0っていうふうに書いてありますけど、はい、なるほど。これで今までのねボスたちをまたどんどん倒していくということですね。はい、ということでね、いかがだったでしょうか。お楽しみいただけましたでしょうか。今回の動画はねこれぐらいにしておきたいと思います。 The House of the Dead 2ですね。非常に面白いゲームです。これねなんか話によるとこれからスイッチとかでもプレイできるようになるらしいので、ぜひねこの動画で気になった方は皆さんご自身でプレイしてみてください。はい、それではまたねいろんなゾンビゲームゾンビ先生と一緒に楽しんでいきましょう。皆さんどうも最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それでは皆さんお疲れ様でした。失礼します。